はい、こんばんは、タカです。今日なんですけども、びっくりするぐらい相場の方が動かないですね。見ていくポイントが朝と全く変わっていませんので、全体的な流れだけを触れていきたいと思います。詳しくは朝の動画を見ていただいた方が早いかとは思います。では早速、こちらがドルインデックス、1時間足に日足を重ねています。今日の動きなんですけども、これですからね。昨日もあまり動きなかったですけども、その動きに対してのハラミの動き。全く相場の方に動きがありません。とはいえね、動きがないということはブルベアの攻防が出ているという点、あとはこの下落の流れを一旦止めているというこのポイントは押さえてはいきたいとは思いますけども、もしかしたらもう今日は決着はつかないのかもしれませんね。個人的にはこういった上昇トレンドを見ていますんで、サポートされるんであれば買われる環境というのを見ていきたいなと思っていますけども、今のところ全く結果というのは出ていません。はい、こちらが4時間足に週足を重ねています。週足も今日閉じることになるわけですけども、今回ね、週足も同じようなポイントで相場の方を見ているんですよね。レンジからのブレイク、波の反転を意識しているんですけども、今週の動きは陰線になっています。その前の予選がかなり強いんですけども、この上昇を一旦止めた形に今週なってきそうですんで、来週はこのチャートで見ても調整局面、さらに前回はこの高値がありますからね、高値の切り下げという形も見えてきます。下にはサポートがあるんですけども、下からの強い買いに対して今週は流れを止めた。このまま行くと高値の切り下げも見えてくるということで、買いの勢力と売りの勢力がしっかり見えていることになります。ぶつかり合いで動かない相場というのがしばらくもしかしたら続くのかもしれません。僕はもうトレンドが出る相場が圧倒的に好きですからね、そういった意味では少し厳しい相場が続くことになるかもしれませんね。慎重には行きたいと思います。はい、こちらが通貨の強弱チャートになります。今日の動きを見ても全く動きがないですね。ボラの方もすごく小さいです。これで強弱を見ていくというのは少し無理があるように思いますんでね、今日はもう見るべきポイントが全くないような状況です。夜の動きに期待したいところですけども、今日は少し厳しいのかもしれません。金曜日ということもありますんで、もしかしたらポジション調整なんかもあるかもしれません。突発的な動きは注意したいところではありますけども、基本的にはもう動かない相場を想定していくことにはなりそうです。はい、こちらがドル円の1時間足、日足を重ねています。今日は少し売りが出ていますけども、ただ昨日の日足の高い S の中の動きですからね、ハラミの動きということで大した動きでもないと思います。今見えているサポートというのがこの辺りにありますけども、ここは過去にも壁になっていたポイント、110円の70付近ですね。ですからこの辺りはサポートの候補として見ていくことにはなるかと思います。現在ちょうどこの辺りで推移していますんで、今夜ここがサポートになるかどうかの確認ということになってくるんじゃないかとは思いますね。朝の動画でも触れてますけども、この上昇トレンドに関しては一旦昨日で流れを止めています。調整局面ですね。上の壁は見えていますから、今は下のサポート探し、このまま引けてくるんであれば下のサポートもうっすら見えてくるんで、上下の壁が見えてくることになりますから、高値圏でのレンジ相場を来週は見ていくことになるんじゃないかとは思います。今日の動きで何かをするというのは少し難しいかもしれませんね。下のサポート探しになってくると思います。はい、こちらがユーロドル、1時間足に日足を重ねています。ユーロドルも全く動きがないですね。ただこれも大きな下落の流れを一旦止めての調整局面、戻りの壁探しということになりますから、そういった意味ではここに壁が見えてきてはいますよね。 1.19 の50付近、壁が見えるんであれば底根圏の足場作り、レンジ相場を想定していきたいと思います。であれば今はレンジの高値圏ですから、レンジ上限からの売りというのを見ていきたいと思っていますけども、ただこのレンジの中にさらに小さなレンジができてしまってます。もし上へのブレイクが出てくると短期的な上昇トレンドも見えてしまいますし、そうなるとこの下落に対しての値幅調整になってきてしまいますんで、どこまで戻るのかというのがちょっと見えなくなってしまいます。もしショートを見ていくんであれば、こういった今見えている壁を抜けてきたらどうするかの答えはちゃんと準備はしておきたいですね。でないと波の起点までの上昇、こういったところを見ていくと100ポイント以上の含み損を抱えてしまう可能性がありますからね、注意はしたいところだと思います。はい、こちらがユーロ円、1時間足に日足を重ねています。クロス M 似たような環境になっていると思います。サポートを割れた強い売りに対して今週はリバウンドが入っています。戻りの相場を見ていますけども、昨日で一旦流れは止まっています。今日は調整局面を見ていくことになりますけども、昨日の高安を抜けていません。ということで、レンジ相場を想定していくことになるんですかね。上下の壁探し、上の壁は見えていますんで、まずはこの下の壁探しですかね。なかなかこれではトレードはしづらいかなと思います。流れが止まった背景というのは、今までサポートされていたところに迫ってきた、さらには昨日で流れも止まったということで、売り買いの攻防が出やすいチャートにはなっているかと思います。
昨日までのイケイケ相場ではもう全くないですね。無理をする局面では全くないとは思います。はい、こちらがポンドドル、1時間足に冷やしを重ねています。問題がこのポンドで少し売りがきついですかね。サポートを割った強い売りに対して今週はリバウンド、戻りが入っています。昨日は一旦流れを止めているんですけども、きっかけとなったのが BOE の発表、大きな売りが入りました。背景は何であれ流れを止めたというのは事実ですから、こういった形で今日も安値更新になりそうにはなっていますけどもね、売りが出てくるんであれば波の判定を意識して見ていくことになるかもしれません。個人的にポンドの強さを見たいなと思っていますけどもね、午前中こそ少し強かったんですけども、夕方に入ってきて売りがかなり強く出てきています。こういった状況では簡単に買えないとは思います。ポンドの強さ見てますからね、基本的に目線がショートというのはまだ僕は早いなと思ってはいるんですけども、チャートの方を見ていけば下へのブレイク、戻り売り、そういった形が綺麗に見えてはきていますんで、戻り売りへの警戒心というのは持ってはいきたいとは思っています。ただしなんですけども、こちらが4時間足に週足を重ねています。僕がポンドが強いと思っている背景はこの週足にあるんですよね。強い上昇トレンド、戻りの高値をしっかり抜けてきています。今はかなり押しが深く入っていますけども、あくまでこの押しというのはまだ押しですね。サポート割っていません。流れが止まってくるんであれば反発は見ていけるんじゃないかというところで、今はこの上昇トレンドに注目をしてるんですよね。今日確かに売りが入ってきていますけども、この売りで環境が変わっているわけでもありません。今週の週足も陽線ですからね。まだまだポンドが強い環境というのも見えてきますんで、僕は個人的にこの戻り売りを見ていこうとは思わないんですね。やっぱり上昇まずは見たいなと思いますけども、今現状では買えないですね。短期足では売りは出ていますから、まずはこの値動きをしっかり見ていきたいと思います。はい、こちらがポンド円、1時間足に冷やしを重ねています。ポンド円も上値が少し重くなってきて、波の反転が少しここに見えてきてしまいましたかね。このあたりサポートを割った強い売りに対して、今週は流れを止めてのリバウンド相場、この上昇を見ていますけども、上昇は一旦流れを昨日止めています。今日もこの止めた流れが継続している感じですね。これ少しもう見えないんですけどもね、154円あたりは過去にもサポートになっていたところですんで、このあたりで止まるかどうかはすごく大事になってくるんじゃないかとは思います。はい、こちら縮尺を少し小さくしています。こうすると分かりやすいですかね。このあたりにサポートがありましたんで、今回もこのあたりでサポートは見えてくるかもしれません。154円近辺、ただまあ高値を切り下げる動きも見えてますからね、こういった値動き見ていると少し上値が重い環境も見えてきます。それより前には上昇トレンドありますから、買っていくのか売っていくのか、今両方の流れが見えている環境にあると思いますんで、この154円というのは一つの分岐点となってくるかもしれませんね。サポートされるんであれば再度この上昇トレンド、割ってしまうようであればこの高値の切り下げを意識した売りの流れを、今は本当に際どいところにいると思いますんでね、この決着を見ていくのが大事になってくるんじゃないかとは思います。少し手は出しづらい相場のように思いますね。今現状はこれ冷やしを見ていくと安値更新が見えてきていますから、サポートを見ている人にとっては少し苦しい状況ですかね。ブルハにとって少し苦しい状況にはなりつつあるかなと。今日安値更新してしまうとここに山も見えてきてしまいますからね、切り下げの4番目の山。昨日の BOE の影響もあると思いますけども、少しこの売りの流れが見えつつありますんでね、ポンドを買う際は注意はしたいですね。はい、変わりましてこちらが5ドルドル、1時間足に冷やしを重ねています。5ドルも本当に微妙な動きになってきています。一応は高値更新しているんですけどもね、強い流れではあるんですけども 0.76、僕はもうここに注目しているわけですけども、この壁に対しての値動き、だいぶ動きの方も小さいですからね、もうこの辺りは一塊にして足場作りと見てもいいかもしれません。過去を見てもこの 0.76、ここで数週間絡む動きというのはよく見られていますんで、今回ももしかしたらこの辺りで数週間、0.76 に絡む動きというのを見せてくることになるかもしれません。今はあまり大きなトレンドを期待してしまうと難しいのかもしれませんね。大きな売りに対しての今週はリバウンド相場、強い流れになっていますけども、そろそろ壁が見えてきています。値動きの方を見ても明らかに反応はしていると思いますんで、注意はしたいですね。はい、こちらが5ドル円、1時間足に冷やしを重ねています。5ドル円も環境全く変わらずですね、重要なサポートを割って、今週は流れを止めてのリバウンド相場、昨日で一旦流れを止めて今日は調整局面、調整らしい動きにはなっているかと思います。こういった相場でトレンドを期待してしまうと高値安値を掴んでしまうことになりますんで、今は調整の値動きをしっかり見ていきたいですね。見ていきたいのは上下の壁、まずはサポート探しだと思います。はい、ということでもう全く動きがないですね。このドルの動き、これが全てかなと思います。ドルに動きが出てこないと全体的にも流れが出てこないのかなと。今夜もこのドルに注目をしていきたいと思いますけども、今夜はもしかしたらもう動かないかもしれません。
焦らず見ていきたいと思います。今回は以上になります。大まかな環境認識などは朝の動画でも触れています。概要欄の方にリンクの方は貼っておきますので参考にしてください。今日は金曜日になりますんで、いつものようにライブの方もさせてもらおうかと思います。夜の12時過ぎ、遅い時間になりますけども、お時間あれば遊びに来ていただけると嬉しく思います。それでは今夜も頑張っていきましょう。